武井神社は、長野県長野市東町に鎮座し、妻家神社、裕福神社と共に、善光寺三社と言われる。その創立は定かではなく、児童五年頃ではないかという句伝もある。愛、い、殿上二柱は、後に行使されたものである。社名の言われは、品の法官に、諏訪大社の領地を武井と言い、同じ御祭神を奉仕することから、武井神社と小説と、 新官武井宿一族が捧ぐ人ししたことから武井神社と称したという説がある。上古は武井明神、諏訪明神と呼ばれていた。現在の社名となったのは文化4年である。武井神社が鎮座する場所は古い地図に寺、武井、南側の道路を武井工事と記されている。現在の社殿は平成21年に 平成22年お柱大祭記念事業として建て替えられた。その前の社殿は、後下4年の大震災で社殿が消失し、13年後に建て替えられたものである。諏訪大社のお柱祭りと同じ虎年と猿年に、竹井神社、妻賀神社、裕福神社の善光寺三社に、水内大社を加えた四社が交代で御業する。8月26日夜。 茅野の穂と茅野で作った紙橋をご神前に備え、子供の無事育成、家内安全、商売繁盛等を祈願する。翌27日の朝、茅野の神橋で、あずきを食べると、一年中健康に暮らせる、ご神徳があるとされる。ありがとうございます。